ななこさん言ってた。そう、今日はななこさんとね2人でお話ししてきました。どうしたの、おいで、こっち。ダメだよこれ、こっちおいで。違う違う、これにしなさい。これで、猫パンチ。ワンちゃんはね、さっき、うちのワンちゃんはね、さっきなんかストーブの狭い裏に入ろうとして、ママに何やってんのって言われてました。そう、今日はレッスン終わりに少しだけだったんですけど、ななこさんにあのミニイベント1位のねお祝いをしていただいて。そうなんですよ、そう、すごい嬉しい。ハートありがとうございます。そう、1位をね、あの一緒にあの喜んでくださって。そうなんです、めちゃめちゃ優しいです。ハートありがとうございます。そうで、まあいろいろお話もしてきて初めてだったんですけど、ななこさんと2人でそうご飯を食べたのは。そう、ハートありがとうございます。やっぱり目が変なんだよね、一生治らないですこの二重。どうしよう、今日はまあいろいろななこさんと深い話をしてきましたそう、ななこさんとはね普段からまあお話をさせていただいてるんですけど、なんかお仕事の時とか。そう、なーに、おいで、こっち、おい、まだまだ、もうちょっとしたらね、おいで。おいで、うんって言われたそう、明日さあちょっと配信が絶対に帰ってきたらできないから、あの合間とかにできたらいいなって思ってるんですけど、レッスンの終わりとかね。そう、絶対に家に帰ってくる頃にはもうできないから。そう、そうだね、明日、もう寝げそうになるそう、朝がね早すぎてできないんですよ、できない時間なの。分かったよ、やめてください。配信落とそうとしてるでしょ、携帯をね。めっちゃ顔映ってるよめっちゃ顔映ってるよね、邪魔するんでしょ、そうやって。めっちゃ顔映ってて今かわいい。そう、
そう、かまってほしいんだよね。麦おいでかわいいおいで、なに、はい。麦はね、朝ね、そう、めっちゃおしゃべりなの麦って。そう、めちゃめちゃおしゃべりでね、いつもこんな感じで一人で会話してるんですけど、麦が朝ね、ママと麦一緒に寝てるんですけど、私は一緒に寝てないんだけど、ママと麦一緒に寝てて、目覚まし、ママの目覚ましが鳴ると、なに、はいはい、麦がママのことを起こすんだって。でこの間ね、たまたま見たんだけど、なんかママが寝てる時に、そう、目覚ましが鳴る前とかにママのここに乗って、ママがすごい苦しそうにうっってなってて、寝ながらね、ミキがここにどし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 乗って起こしてるんですよ。ママの顔をこうやって手でやったりして、でママが起きないから、ここで一緒に寝たりとか、頭の上で寝たりとか。ココちゃんは私と一緒に寝てます。そう、なんかすごい悲しそうな声で、なんか連れてこよう、タコタコ嫌がるけど、麦、あれ、そっちまだ行かないよ、うん、そっかそっか、何があったの、いや麦くんに、わあ嫌だって嫌だって言わないでよ。はい、じゃあね、向こう行くの、やっぱり抱っこは嫌だって。麦とね一緒に 寝るんだけど、もう起こされるのが嫌だから私は。朝とかさ、お腹すくと麦がね、その起こしに来るんだって。だってっていうか、一回寝たことあるんですけど麦と。そう、朝ね起こしに来るのが、私は朝はほんと1秒でも長く寝ていたいので、そう、起こされるのが嫌なんです。何、待って待って、かわいい。そう、でママは逆に朝ね、そう、目覚まし代わりに麦が起こしてくれるからいいんだって。そう、麦めっちゃ早起きなんだよ。あのさ、今一緒に寝た時にはさ、起こされてさ、あ、何何時と思って見たら、まだ5時じゃんと思って、分かった分かったって言って餌だけあげて寝た。そう、朝麦餌食べるんです。朝と晩餌食べるんです、麦。そうだから朝起きてご飯あげて、夜もね、なに麦、そう、マジで早いだから私は麦と一緒に寝ないですそう、ココちゃんは私と一緒に寝て、私と一緒に起きるから。そうこっちゃんはね、私より寝坊すけなので、私が朝起きて、まあ大体朝、私のルーティンは朝起きてクローゼット開けて、お洋服選んで、でそれから、まあ、1階にね降りてくるんですけど、私の部屋2階にあるから、そう、1階に降りていくんですけど、私が朝起きて、起きた時はまだこっちは寝てて、私がちょうど服を選んでる時ぐらいに、ココちゃんも私が起きたの確認するから、こっちゃんも起きて、そうで一緒に抱っこして1階に行って、そうで、こっちゃんは冬だから今下に降りたらすぐにこたつの中に入ります。そう、そう
こちゃんはこたつが大好きなのでなんかね、家に誰もいないときはこちゃんお家に入ってるんですけど、あの自分のハウスね、ハウスに入ってるんですけど、帰ってきてハウスから出して、出すともう一番最初もう誰よりも先にもうこたつに入る。そう、あの麦はねこたつに入らないの、あんまり好きじゃないみたいで、まあ入るは入るんだけどそんなに入ってないです。 I'm good happy、 I'm good happy そう、めっちゃグータだから、私が休みの日とか結構長く寝てるんですけど、あの普通に9時とかまで寝てたりするんですけど、こっちゃんもそれに合わせて寝てるでもね、私が物音立てないでね1階とかに行くとずっと寝てるんですよ。そう、普通にずっと寝てる。こっちゃんはもうマジで寝てるなんかもう寝るか寝るか吠えるか餌を食べるか感じ。こっちゃんもそう、もう本当に寝てる。でもね、あのこっちゃんこっちゃん可愛いんだよ。さっきねお洋服こっちゃん着てるんですけど、お洋服ねめくれてるのにね、そんなの気にせず歩いてました。えこっちゃんマジ寝だよ。こっちゃん白目向くから飼い主に似たのか知らないけど、こっちゃんは寝てる。本当に爆睡してる時って、猫はね私まだ聞いたことないんですけど、こっちゃん結構ね寝言言うんですよ。そう、こっちゃんは寝言を言うんですよ。こっちゃんは今10歳ですね、来年11歳かな。そう、サイリウムありがとうございます。そう、じゃあめっちゃ寝言、なんかどうやって表したらいいのかな。可愛い、ありがとうございます。麦はね白目向きますね向いてる写真あるわ。そう、白目 向きます感じだった。そう、犬の寝言聞いたことある。めっちゃ可愛いんですけど、なんかフン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 みたいな、なんかこう口閉じて吠えてるみたいな可愛いんです。そう、結構夜中なんか夜更かしとかしてるとこちゃん先に寝てるから聞こえてくる。結構フン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 って聞こえてきて、もうなんだなんだって見るとなんか寝て寝言を言ってそうそうそう、そこちゃんねママ大人なんですよ。そう、お姉さんなの。10歳ね、そう、足が動いたりする子もいるみたい。うちのこっちゃんは足は動かないけど寝言はよく言いますね。そう、あ、45分まで配信しますね。30分配信です今日は。ね、うん、かわいいな。土地音があって、昨日か、そう、私さっき聞いたんですけどラジオ、そう昨日だっけ、そうさっき聞いたの、土地音が。そういえばあ、多分私の歌いには多分分かんなかったと思う。なんか私聞いたんだけど、さっき初めて自分たちの声のやつを初めてさっき聞いたんだけど、あ、そうそう、あの僕らの土地音がね、そうそう、曲ね、曲をさっき聞いたの。そう、自分たちのね声のやつをラジオで初めてさっき聞いたんですけど、そう、え、わかる、めっちゃ明るい曲ですよね。そう、土地音が、土地音が、なんだっけ、
僕らの土地音がそう、私の歌り分かった人いたらすごいと思うね。なんかパフォーマンスとかね、どこかでねできたらいいですね。2時までなんとか起きていたいけど、ちょっと無理かもしれない。いや起きてると思う。でも多分起きてると思う。アイスありがとうございますね。振り付けどうなんだろうね、わかんないけどね。私の代わり探してみてください。収まったと思ったらまた泣いてるね。聞いてみてラジオ、タチオンが。わいはもう眠いです。わかる、眠いよね。私も眠いというか眠い、今眠くないけど、なんか寒くて足が痛いんだよね。そう、なんか寒いと膝とか肘とか痛くなるんですけど、私雨降ってる時とか寒くて足が痛くて、そう、え、本当にすぐに分かる自信しかない。本当ですか。いや多分分かんないと思う。私もさっき歌割りを見ながらね聞いたから、なんかああここだったって分かったんだけど、多分私見なかったらあれ自分どこだっけってなってたと思う。絶対分かんないと思う。まあね、聞いてみて、分かったらぜひモバメにお願いします。ハートありがとうございます。え、ほんとみんなすごいね。本人わかんないの本人わかんないのやばいけど聞いてみてぜひね。見つけて頑張ってね、いつか答え合わせできるといいですね。パフォーマンスできた時にね。そう、土地を長岡、長岡です。私もあれエキストラで行けばよかったかそうね、パフォーマンスできた時に答え合わせできるかな。今はまあ言えないけど、そうそうそうでも本当になんか本人わかんないぐらい、多分結構わかんないから、そう聞いてみてください。ぜひ。何そんな顔しない、可愛いからそんな顔されたら、うん、おばさんご飯あげたくなっちゃうよ麦どこ行ったの、あれカーテンの方行っちゃったね。いや、とちおの油揚げすごい美味しいから食べて。あのね、納豆挟むとすごい美味しいですよ、おすすめ。まあ、最初あの丸でネギ置いてネギかけて食べてみてくださいはい、ではね、納豆を間に挟んで焼くと本当にベリー美味しい。はい、ぜひ。そうそうそう、あ、鰹節ね、美味しいよね。わかる、マジで美味しい。なんか結構ボリューミーだから、そう結構お腹いっぱいになるしね。どういうこと、どういうこと納豆も油揚げは苦手だけど、油揚げ、油揚げ
油揚げは好き。うんうんうん。え、油揚げと油揚げの違いが分からない。そうなんだ。え、麦どこ行ったの。麦カーテン揺れてるまだ鍋にいるんだ。そう、さっきもね、お家帰ってきた時ね、お出迎えしてくれた。そう、窓から外見てた。かわいいですよ。あ、とちおの油揚げって言うんだ。え、とちおの油揚げかと思ってた。そうなんだ。そう、今ちょうど LINE 来たんですけど、今日ね、にゃーにゃー&ゆめゆなさんの、あれ間違えた、にゃーにゃーさん&ゆめゆなの、間違えた、さんの付けどころ間違えた、間違えちゃった。にゃーにゃーさん&ゆめゆなのね、あの振り袖、そう間違えた。そう、めちゃめちゃ綺麗でしたね。そう、アイナさんにね、あの写真見た時すぐにね LINE 送って、そう、今ちょうど LINE 来た。成人式ね、私来年なんですけど、緊張しないけど、緊張しないけど楽しみ。間違えたね。私なんかなんとなくこういう色のフリソで着たいなとか思ってて、そう、めっちゃ可愛かった。なんかみんな色、振り袖の色がすごいさ、みんなすごいなんか合っててというか、なんて言ったらいいのか、そう、可愛かった、めっちゃね、めっちゃ綺麗だった。やっぱりあのあれなんだね、人生にさ一度のさあれだからさあれしか言えないけどね、めちゃめちゃ綺麗でした皆さん。油揚げなんや、また一つ賢くなった、一緒一緒だね。そうで、今日ちっちゃいものみんなでなんか、え、何色がいいかなって話してた。そう、待って、尻尾出てるんだけど窓から、来ない。髪の毛伸ばす、伸ばさないかな、特に予定はないです。あ、成人式にも出てね、ないですよ。まあ今ぐらいがいいかなと。そう、そうそうそう、そう、あのね、なんだっけ、あれ、わ、忘れちゃった私同い年は日向と日野とつぐみさんなんですけど、でも来年から成人の年齢が18歳になるらしくて、でだから寺ひなも一緒に成人だし、さら、あお、はるかも同じなんですよ、成人するのが。そう、私の年にあの3年分成人式があるんですよ、実は。まあ、別になるのか分かんないけど、あの普通に地域の成人式は別なんです、別日とかになるんだけど、そう、多分ね、分かんないけど、まあ、聞いた話そんな感じ。そうなんです、一緒になるんですよ、3年一緒なの。そう、一緒なんです。あ、そうそう、だからちっちゃいも全員一緒に成人になる。そう、そうなんですよ。そうそう、18歳からになるんですよ。そう、来年ね、らしいです二十歳になることがまず楽しみです、来年。はい、来年二十歳、7
月16日に20歳になります。ありがとう時間。あ、そう、私の妹も一緒なんですよ。そう、私の妹、あのサラたちとね、同い年なんですけど、そうなの、妹と一緒に成人します、来年ね。はい、ということでお時間が来てしまったのでランキングを読みたいと思います。そうなの、はい、あれ間違えた、はい、13位、おみひろちめくぼさん、ありがとうございます。12位パックさん、ありがとうございます。11位りえこさん、ありがとうございます。11位新潟県、あ間違えた、11位りえこさん、ありがとうございます。10位新潟県のデルさん、ありがとうございます。9位あいみんさん、ありがとうございます。8位あきらちゃんさん、ありがとうございます。7位ギリタンシオさん、ありがとうございます。6位ゆうアットマークチームエクボゆうちゃんの髪型は神さん、ありがとうございます。5位てるてる坊主さん、ありがとうございます。4位まこいもさん、ありがとうございます。3位すーさん、ありがとうございます。2位あべべチームエクボゆうちゃんのミニ1日3回見る予定の人さん、ありがとうございます。1位ミーアットマーク0031ワンタン西ヶ岳&チームエクボさん、ありがとうございます。ありがとう。はい、ちょっと今日は30分という、感じた短い時間だったんですけど、皆さんありがとうございます。はい、明日はとレッスンが終わってからまた、でも明日は家に帰らないで配信するので、今日よりちょっと今日と同じぐらいかな、か短いか長いか分かんないんだけど、まあ、その時になったらまたお知らせしますね。ハートありがとうございます。はい、あスクショしようね、今日もこちらメーカー、そう、あ、いや、よくない、やめとこう。はいチーズ、はいチーズ、最近なんか一緒なんだよね、あのじゃあ麦のおやつじゃないおもちゃと、はいチーズ、これペンギンらしい、はいチーズ、はい、ありがとうございます。ということで皆さん、今日はとちおんがのね、あの第1回目の放送があるみたいな、2時からぜひ、あの見れる方はぜひそれではまた明日お会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。おやとみ、今日は長いね、できないけどごめんねバイバイ、またね、ありがとうございました、バイバイ。